さあ今回は1983年10月に発売された初代カルタスのゆっくり解説を始めるぞ。俺たち、カルタス。初代カルタス懐かしい。カルタスといえば鈴木のリッターカーよね。80年代初期といえば世界中で低燃費低価格の手軽なバジェットカーとしてリッターカーが注目を集めており、日本でも1977年に発売されたダイハツシャレードを皮切りに各メーカーはエントリーカーとして販売していた。81年日産マーチ、84年スバルジャスティ、81年 1200cc のホンダ式など各社個性的でバラエティに富んだラインナップだったわ。そしてカルタスは1979年に発売されたボンネット版の初代アルトが大ヒットしたことがきっかけとなり開発されることになった。アルトで大儲けした資金で作ったのね。いやそうではないんだ、意外なところから意外なオファーがかかったんだ。どんなところからどんなオファーがかかったの？それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。鈴木は以前から小型車の開発を考えてはいたが、開発には莫大な資金がかかり失敗は許されず、どうしても小型車の開発に踏み出せないでいた。そんな時にイスズの岡本社長から鈴木治社長に一本の電話がかかってきた。アメリカの GM が小型車を欲しがっているんだ。GM と提携しないか？という驚きの電話だった。70年代後半といえば世界的な大気汚染とガソリンの高騰など車を取り巻く環境は厳しくなる一方だった。GM といえばそれまで大きな車しか作ってこなかったため、低燃費低光害の小型車を作るノウハウがまるでなかった。そこに登場したのがスズキアルト47万円だった。アルトは GM にとってはまさにアメージングで、GM は足し算と掛け算しかできないがスズキは引き算をする、その考えは GM にはなかった。まさにアメージングだと言ったそうだ。実はその時スズキはすでに水面下でアメリカの某自動車メーカーとの取引の話し合いを進めておりカルタスの原型の開発も進んでいたが突然白紙となり、プロジェクトは宙ぶらりんになってしまっていた。ラッキー、まさに渡りに船ね。そして、話はトントン拍子に進み、1981年8月鈴木は GM と資本業務提携を結ぶことになる。そして鈴木社長は GM を師匠と例え、それまで我流で突っ走ってきた鈴木は当時の世界のビッグスリーの自動車作りをゼロから学ぶ良い機会を得ることになる。世間は GM はクジラ、鈴木はメダカで飲み込まれてしまうぞと心配したが鈴木治社長は GM はクジラ、鈴木はメダカどころか小さな蚊です。小さな蚊だからいざという時は飛んでいくことができます。といつもの治節を炸裂させたそうだ。そして鈴木は GM グループの一員となり小型世界戦略車の開発を行う。そして完成したのがシンプルで安価な初代カルタスね。最初、カルタスのボディバリエーションは3ドアハッチバックの一種類だけだったが、約半年後に5ドアハッチバックが追加された。5ドアは3ドアよりホイールベースが100ミリ長くなり、居住性がアップした。低価格のベーシックカーとはいえ地味すぎるんじゃないの？開発にあたっては内外装のデザインは GM の意見が強く反映され、プラットフォームはスズキを中心に軽自動車の縦と横を拡大させたものをベースに開発された。前期型3ドアハッチバック GS のボディサイズは全長3585全幅1545全高1350ホイールベース2245車両重量635キロ、サスペンション前ストラットコイル、後ろリジットリーフ、ブレーキ前ディスク、後ろリーディングトレーリング、駆動方式は FF、販売価格は98万円。この前期のリアサスペンションはコストダウンのため軽自動車アルトのリジットリーフが採用されていたわ。ドアパネルならまだしも重量もパワーも上のリッターカーのリアサスが軽自動車用なのはやばいでしょ。最初に搭載されたエンジンは 1000cc 直列3気筒 SOHC の G10 型60馬力のみ。この G10 型エンジンは軽量なアルミブロック製ロングストロークエンジンで、クランクも中空化されていた。トランスミッションは5速4速 MT と3速 AT。発売から約半年後の84年5月、ライバルシャレードターボに対抗するため、待望のターボモデルが追加される。1000cc 直列3気筒 SOHC インタークーラーターボの G10 ターボ80馬力が搭載された。角座体系ヘッドライトにフォグランプ埋め込み式大型フロントバンパー、リアスポイラーでスポーティーになったわね。CD 値は 0.37 だったわ。販売価格は約115万円。さらに3ヶ月後には5ドアハッチバックの GS が追加され、エンジンは新開発 1324cc 直列4気筒 SOHC の G13A 型75馬力を搭載しバリエーションを増やしていく。
販売価格は108万円。この G13A 型エンジンは、3気筒の G10 型をモジュールエンジンとし、1気筒を増やした4気筒 1324cc エンジンで、部品の共通化による開発コストの削減を実現した合理的なエンジンだった。現在では当たり前となってるモジュールコンセプトを約40年も前から採用してたのね。その後、モータースポーツのレギュレーションの区分から G13B 型ではストロークダウンして排気量が 1298cc に下げられたわ。86年6月、大規模なビッグマイナーチェンジが行われた。スポーツバージョンの GTI が追加される。一番の注目ポイントはエンジン、国産の 1300cc で初となる16バルブ DOHC エンジンを搭載してきた。この GTI 発売により比較的地味だったリッターカーカルタスは、一気にスポーツモデルとして認知されることになり、その後、このスポーティー路線はスイフトスポーツに引き継がれることになる。エンジンは新開発となる 1300cc 直列4気筒16バルブ DOHC の G13B 型97馬力ネット表示。グロス表示なら約114馬力ほど。このエンジンの特徴は 1300cc クラス世界初となる油圧式バルブアジャスターを採用し、メンテナンスフリー化されたこと。それに EPI 電子制御燃料噴射システムに圧縮比は 10.0 まで高められ、排気系は421のデュアルエグゾーストでまとめられた。販売価格は125万円。この頃の 1300cc クラスにはライバルイダテンスターレットターボがいたわね。高回転まで分回せるカルタス GTI かターボパワー炸裂のスタタボか、ボーイズレーサーたちが扱った時代よね。当時のパワーアップ策は比較的手間とコストがかからずに手軽にパワーアップができるターボが主流だったけど、スズキはノウハウはオートバイで十分に蓄積されていたこともあり、あえてコストがかかる16バルブ DOHC エンジンを開発して新たな技術勝負に出たわ。もちろんエンジンのパワーアップに伴いリアサスペンションは、悪評高かったリーフリジットからスズキ独自となるアイソレーテッドトレーリングリンク、トーションビームコイルに変更され騒音性は大幅に向上した。スタイリングも前期の GM 主導の地味でもっさりとしたスタイリングから、大幅にスタイリッシュになったわ。フロントグリルは空気抵抗を考え開口部を小さくしフラッシュサーフェス化し、フォグランプ一体式大型バンパーサイドステップを装備し、ボディカラーもフルホワイトを採用し、一気に当時流行していたボーイズレーサー風のエアロボディで、スポーティーに大変身し、若者にも人気となる。エンジン以外もクロスレシオの5速 MT や前輪には台形ベンチレーテッドディスクブレーキ、16565R13 タイヤを装備し走りに対して抜かりはなかった。87年10月にはさらに2度目のマイナーチェンジが行われ、G13B 型エンジンはインジェクターの容量アップに加え、旧排気系のさらなるチューニングで110馬力までパワーアップしたわ。加えて86年6月から商用車のカルタス版は、イスズミジェミネットの社名で OEM 供給された。エンジンは 1000cc で4速 MT のみ。カルタスに商用車の版モデルが存在してたの？知らなかったわ、けどリッターカーの版でどれだけ需要があったのかしら？当時のイスズは乗用車の製造販売をしていたが、83年にフローリアン版が生産終了してしまい、自社に商用版がなかったため、スズキに OEM 供給を打診して協力してもらったんだ。もうその頃のイスズには商用車版を自社開発する余力がなかったのね。ジェミネットの OEM 供給は88年9月までの約2年間続けられ、その後ジェミネット2に引き継がれた。ちょっと、間違ってる、スバルレオーネ版が映っているわよ。いやこれで合ってる、これがイスズジェミネット2だ。ジェミネットはスズキカルタス版ベースで、ジェミネット2はスバルレオーネ版ベースって、イスズも節操がないわね。いやいや、お互いビジネスだから問題はなかっただろう。購入したのは大半がイスズの関係者だっただろうから、物がたくさん詰めるレオーネベースになって喜んでいたんじゃないか？エンジンは 1600cc 水平対向 OHV のみで、エフエクトパートタイム 4WD があった。初代カルタスの生産期間は5年間で、国内生産台数は約10万台でした。カルタスは GM グループの世界戦略車として世界でも販売され、特にアメリカではシボレースプリントとして発売され、価格の安さとコンパクトで低燃費なバジェットカーとして人気だったわ。中古車情報サイトで初代カルタスを検索してみましたが残念ながら掲載はありませんでした。2024年12月現在。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。